お金の稼ぎ方を教えますっていうのは99%詐欺って言ってましたが投資の手法を学ぶためのセミナーやアカデミーなどはどう思いますか手探りで勉強するより手法を知ってからお金を出して学んだ方が時間有効に使えると思います僕はね投資の手法を学ぶためのセミナーとかアカデミーも、まあ、ぶっちゃけ広い範囲で言うとまあ、嘘だなもんなって 思ってますでうんとそもそも投資の手法を学ぶためのセミナーとかアカデミーを無料でやるんだったらまだ分かるんですよ無料でやってなおかつその後になか,お,かお金を取るバックエンドって言ってねじゃあコンサルでいくらとかやらないんだったらまあ100歩譲っていいかもしれないんですけどそもそも投資の手法を教える人がなんかそんなセミナーやる必要ってありますだって投資で稼げるんでしょその人人に教える必要あります友達だったら分かるけどそんなセミナーやらなくないですか でそ,れこそ,それこそテスタさんとか,なんだろうなんか株の世界である程度ちゃんと成功していてもうみんなが認めているようなパブリックな人が無料で、ね、世の中のために教えるよっていうんだったら分かると思うんですけど多分そんなことしないと思うんですよねだって自分の食い淵を教えなくないです人にだから僕はそういう意味でも広い意味でも、えー、お金の稼ぎ方を教えますっていうのは99%詐欺だと思ってます逆に言うとお金の稼ぎ方を教えてくれるんだったら教えてほしいじゃないですかみんなね、うん、でお金の稼ぎ方を知ってたらみんな教えなくないですか お金もらってそんなことやるんだったら自分のそれやってお,お金稼いだ方がよくないですか単純にそう思います。